はい、どうもこんにちは。松井塾の松井です。本日はですね、ちょっと私、髪の毛切ったんで、まあちょっと、前までとちょっと違うやんっていうふうに思われるかもしれないですけど、ちょっと先ほど散髪行ってきたばかりです。本日のテーマはですね、調子の悪い時は、成績が上がりませんよということでお話をさせていただきます。まず、成績を上げたいんです。成績を上げたいんですっていうことのために、まず生活リズムをきちんとしましょうねっていうことを私お伝えさせてもらったと思うんですよ。で、例えば朝ごはんを食べましょうであったりとか、夜はしっかり寝ましょうねであったりとか、不眠不休にならないようにしましょうねとかいうことを、まあ、お伝えさせてもらったと思うんですけども、これ保護者の方で、特に頑張り屋な保護者の方に多いパターンなんですけど、体調不良になった時に成績が上がりますかっていうことなんですが、体調が悪かったらもうさっさと寝てください。というか、休んでください。気合と根性でなんとかなりますよっていう風なことになるかって話なんですけど、これなりません。はっきり言います。なりません。まあ、そう言ってもね、まあ、私とかもそうなんですけど、その42度。そうですね、42度振り切れた時もあったんですかね。42度振り切れた時があったんですけど、まあ、その時も、まあ、授業してたことがあるかって言われたら、あります、これは。松井塾開いてからはさ、健康にずっとやらさせてもらってるんですけど、42度ぐらいあった時があったんですよ、塾の講師してた時。で、なんか体だるいなと。おかしいなと思ったんですよね。はい。その教育に対する情熱がなくなってしまったのかな、俺、とか思いながら、まあ、どうも体がだるいと。いうことで、まあ熱を測ってみたら42度振り切れてたっていう時があったんですよ。で、そんな人が、体調が悪い時はしっかり休むんだよって言ったらお前が言うなっていうことになるんですけど、これと同じことをしてはいけませんよっていうことなんですよ。私と同じことをしてはいけませんよということになるんです。で、皆さんまだ子供なんですよ。まだ子供なんですよ。社会人ではないんですね。社会人ではないんです。社会人になるための練習をしているのが教育であり、塾であり、学校なんですね。わかりますか？社会人になるための訓練として必要な訓練が教育なんですね。わかりますね。で、ここで考えてほしいことなんですが、これはまあ保護者の方に多いんですね。体調が悪いのは気合が足らんからやって言って、いや、それはもう、どこのブラック企業の社長の考え方なんだって話なんですよ。確かにそういう側面は大人になったらあります。気合が足らんっていうとか、その自分に甘いからそうなるんだっていうのは、わからんではないです、まだ。大人になってからならまだ。しかしながら、それを子供に当てはめたら、まずいですよってことなんです。で、体調が悪かったら、まず最優先しなきゃいけないのは、きちんと体調を治すということが最優先課題になってきます。よろしいですか？で、その体調管理をしっかりした上で、頭がすっきりしました、体の調子が大丈夫ですってなって、初めて勉強をやっていきましょうねってことになります。よろしいですか？だから、体調が悪かったら休みましょうと。で、休んだら、また勉強が遅れてしまう、どうしようってさ、思うこともあるでしょう。それ思ってるんだったら、はっきりはしてもらいます。君が真剣に勉強しているということになります。はい。私も休むの怖かったです。なんて言ったらいいんでしょうかね。休むと、本当は勉強ついていけなくなるっていう、恐怖感とかプレッシャーっていうのは常にありましたね。中学、高校と。で、まあ、それは自分がバカだっていうことを認識してたんで余計そうだったんですけど、1日休んだら3日分遅れるっていうふうになってて、それで、要するにプレッシャー感じてっていう形になるんですけど、そのプレッシャーがまた体調を悪くさせるんですよ。だから、そういうことにもなります。んで、例えば、テストの前とか、統一テストとか、まあ、ダブル模擬でも何でもいいんですけど、ダブル模擬のテストとか、そうですね、大学受験になったら、河合模試ですか？河合模試とか、そういうことがよくあるんです。で、その前になると、お腹が痛くなります。体調が悪くなります。頭痛がします。
それはプレッシャーから来てるんですよ。プレッシャーから来てるんですよ。だから勉強をしっかり一生懸命やればやるほど、そのプレッシャーがかかってくるから、体調は壊しやすくなるんです。わかりますか？わかりますか？だから、その体調が壊した時っていうのは、まあもちろん、なんていうんですか、その、いや、無理してそのテストを受けに行くんだっていう気持ちももちろん大事なんですが、やっぱりそこは休むべきは休まないといけないですよってことなんです。で、親御さんに関しても同じことが言えるんですけど、短期的な目線しか持っていないっていうのはまずいですよってことなんですよ。短期的な目線だけで持っていったでは、受験ってその成功できないんですよ。例えば、長期プランなんですよ。受験って。だから3年間で高校受験受かりますとか、3年間で大学受験受かりますっていうことになるんです。で、そこで考えてほしいのは、1日2日休んだからって言って3年間に影響が与えるかっていうと、影響を与えないんですよ、そこは。で、問題は3年間で要するに規定カリキュラムというか、規定量をどうやってこなすかっていうことが大事になってくるわけなんですね。で、そこに行き着くためにっていうところになるんですけど、体調不良の状態をどん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 押し込んでいっても、その、入ってかないし、むしろ逆に体調不良の期間が長くなってしまうので、むしろ悪化するんですよ。よろしいですか？で、ここでもう一つ大事になってくるのが、その体調不良って2種類あります。で、それは単純に風邪とか熱とか、そういうウイルス性のもので体調が不良になっている場合。これが1点目ですね。もう1点目は何かということになるわけなんですけど、もう1点目は何かっていうことになるんですけど、もう1点目はストレス及び精神的なものから来る体調不良っていうのがあります。で、これは特に小学校、高学年からだいたい中学3年生ぐらいの時、ここが一番多く発生する時期にはなるんですけれども、この時期は精神的にも肉体的にも不安定な時期になります。いいですか？例えば、女の子にしても、要するに女の子から女の人になろうとしてるし、男の子でも、男の子の場合ちょっと遅いんで、高校3年ぐらいまで続く場合があるんですが、男の子から男の人に変わるわけですね。体とか精神的な構造とか全部。で、その時に、体調を崩しやすくなるんです。よろしいですか？その時に体調を非常に崩しやすくなるんです。ああ、こんなことができない、あんなことができないって、俺は将来どんな風になるんだろうとか、いろんなことを考えます。いろんなこと。大人にとってみれば、そんな大したことではないんですけれども、子供にとっては大問題なんです。だから精神的にも肉体的にも崩しやすくなるということです。よろしいでしょうか。というわけでね、本日のテーマもう一度おさらいしておきますけれども、いいですか？松井先生が散髪をしました。じゃないですね。じゃないですね。はい。松井先生が言ったことをもう一回おさらいします。よろしいですか？人間っていうのは、要するに体調が悪いとき、体調が不良のときはきちんと休みましょうということです。そして体調管理もきちんと心がけましょうと。いいですか？頭だけ鍛えても入試には受からないんですよ。いつか精神面でも体調面でも不安定な時期になります。だから、体調面をしっかり管理しましょう。そして万が一体調が悪いときはしっかり休んで、しっかり休んで、健康になってからしっかり頑張りましょうということになります。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。